始まりました。ブリッドチャンネル。ハロー。サスケです。アコギンガモタコ。パンダ。ブーパンドレンジ。まだあれですね。いいの許可は出してないんですよ。すいませんでした。というわけでね、今日はデカキンさんとのコラボです。やばい。お願いします。あのデカキンさんとはですね、昔からちょっと知り合いで、もうタメ口で喋れるぐらいの仲なんですけど、はい、そうです。いろいろあったんですよね、昔ね。いや、ないわ。ダメだよね、こんな扱い。一緒にライブやったりとか、そういうのがあったって意味です。そういう意味です。デカキンといえばこれみたいなものもあるんですけど、カッパネスに来てます、とりあえずね。嬉しい。はい。いつもお世話になってます。楽しく食べるみたいなね。はい。デブさんに集めました、今日。わぁ。やっとコラボできるわけなんですよ。はい。なので、デカキンさんの自己紹介などは、多分皆さんも知ってると思うので、はい。それはエンディングとかじゃない。やらせる。エンディングっていらないだろ。改めて自己紹介お願いします。ブーン、ハロー YouTube、どうも、デカキンです。いや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 、パパパパ、いや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 。気が済んだでしょうか。最後のイエイエイの時に目開けるようにしてるんだけど、ガン見せて。コラボはちなみに今まではされたことあるんですか。はい、数人の方とかやってたんですけど、基本的にはあまりやってこなかったタイプのチャンネルなんですよ。僕初コラボのイメージで来たんで、もうだいぶガン見すんなお前だから。同じぐらいの登録者数で、はい、さらに昔から仲良くしてるっていう人とコラボするのは初。嬉しいし、やっぱすごかった、勢いがヤバすぎた。ある時エレベーターの動画出したでしょ。エレベーター24とか、あの時に企画力とか実行能力がヤバすぎると思って。ありがとうございます。お前は一切褒めてない。また会議参加してない。やば。で別に YouTube は勝ち負けじゃないから、そうですね。あ、まあそうですね。はい、だから仲良くやれたらなって思いますよ。気にしないで自分のやったことやろうということで、はい、今日はですね、はい、こういう企画を用意しました。おおお、デブ3人でカッパ寿司誰が一番食べれるか選手権。出たー。あの、何もなしの大食いなの。はい、ただ制限時間は30分です。おお、はい、1位取った人には、うん、デブ界1位大食いだっていう証拠を。確かに。え、3人で決めていい。もちろん3人とも自信ありますよね。いやもうそれはもちろん、こっちはもうブリッドチャンネルのサブでしょ。そうですね。サブメンバーみたいな感じでしょ、に負けるはず。やめろってお前、すぐプリッツじゃないんだよ。プリッツ知ってる。知ってるんすか。知らん、何が。それでは行きましょう。はい、行ってみよう。いいですよ。餌は起こさかな感じで。はい、デブ界1位を決める。デブ界1位、YouTube 界じゃなくて全部のデブの頂点。人間界。デブ界。全世界。大丈夫。皆さん準決勝で落ちてます。僕らが決勝に参加で選ばれした。なんで落としたの、そいつら。書類で落とした。言い忘れたんですけど、はい、は全額負担です。言うのよ、これもう。ビリが全額負担。はい、もちろんビリは取らないでしょ。確かにね。本当のビリは取り選考で落ちた。いいや。それでは参ります。30分勝負、用意スタート。これお皿の枚数なのか関数なのか、どっち。関数です。一貫性なし。一貫性なし。一貫なし。これ4貫並べですよ。4貫並べた。え、個数増やせばもっと貯めてよ。いや、1貫押してみ。多分押してみ。押してみ。押してみ。嫌いだこいつ。今何キロ。今134キロ。うわ、512キロ。今90。身長ないからかな。168、9だもん。ああ、そうかそう。身長のせいで。120じゃないって。厳しい厳しいだろ。どうした。じゃあ、ないの、ないの。ちょっとお団子だけ食べれるのに、まだ来てないから。ちょい、先に注文してあげるって言ったのに。いただきます。うん、うまそう。今リード。はい、はい、まだ来ます。暫定1位。うん、うまそう。でも太ってる人食べるのうまそう見えるよな。一番大きさくない。じゃあどんどん注文しながらくなくていいんすか。そう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 、僕でしたらね。なんかのんびりしてますけど。お、すごい、早い早い早い、すごい。早いよ、やっぱすごい。最高なんかあるんですか。100。マジ、すごいな。もう勝ちでいいですよ。あ、来た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 よ。ニラさん、どんどん来た、どんどん来た、どんどん来た。めっちゃ美味しい。不思議だな。お、デカキン、ハムさん。お、はい、パンダさんも。美味しそう。ちょ、ダンゴさん、遅れてますよ。はい。美味しい。えい。うわ、はいはいはい。いや、みんな重ねて食べてんだよ、お前。前だけど、そんな取り方したいんじゃねえぞ、お前。なんでここに置くんだよ、エルちゃん。うっすい。こんな感じするんだ。やべ、こいつ。
つマジで。緊張する。え、これ。これパソコンと思う。ああ、そうなんです。ああ、ほら。そうなんです。怒られた。来ました。あと、ゆでエビ系も。ゆでエビね。はい。ゆでエビいらんて。エビダメだしょ。それアレルギーの人もいるから気をつけてるようにしてる。自分で食うの。なんか誰か嫌な人いないかなと思って最近頼めなくなった。叩かれすぎるとそこまで気にする。気にする。あ、これ誰かもらうか。でもどっちみち次来るからね。やったからしますけど。世界が見てますから。厳選なら審査。見てない。まあ世界か YouTube で。あ、マジでしょ。1位だったら賞金ある。ええ、ちょっと話変わってくるじゃん。あるの。連絡来たんですよ。言いましたよ。お寿司の連絡さんじゃないですよ。え？カメラ台でもすぐ困るけど。開けなきゃいいだろ。おお、すごいすごいじゃん、すごいじゃんだから。食べてる間に。あ、来た来た来た。もう、あんなにご飯。誰ですか？これでガキンです。これだけ。エビがスタックです。いいですよ、いいですよ。パンダリード。パンダリード。もう食べた、もう食べた。来た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 。これ誰ですか？これ小玉さんですよ。頼んでないよ。これ小玉さん。運もある。運もある。運もある。運要素あるんだ。すごい。何が来るかはもう運次第。運次第。実力ただ多いだけじゃない。運もあります。その本日の体調みたいなのもありますから。本当にこれ漬けマグロみたいになってるけど。今ちょっとでも減らした方実は。ちょっと食えないで。甘エビ。あ、でもビットボリ。ちなみに前回のチャンピオンがチェコスロバキア出身の方の120皿っていうのがありますので、それだけは本当120このルールで30これで食べられました。あ、わかりました。いっぱい来ました。いっぱい来ました。どんどん来た。うわ、どんどん来てる。これでそろそろ順番変わりそうだね。そうですね。あの、食うスピードによってね。そういうの回し合い。次食べ終わった人はこれゲットです。わ、これ今食べ終わればそれ食べれる。うわ、サバサバ。いや、俺はあえて時間置こう。これじゃない。これじゃない。もっといいのがあるはず。全然お腹的にはまだまだ。それはもう、でももう4いってるってことは16皿分いってるってことでしょ。大食いでこの食べ方はないよ。醤油ちょびちょび。あ、言わないか。俺のせい。はい、2番目、惜しい。いったろ。お、でかいこれになった。はい、こんなやつか。確かにこれ食べやすそう。うん、うまそう。これ、ぶっちゃけぶっちゃけ。いやいや、もう、まあ、いい加減しとよ。物理攻撃、物理攻撃ですよ。いい笑顔。物理攻撃すごいですよ。めちゃめちゃ、マジでこんな久しぶりに見たことない。これが普通なの。汗からすごくなってきた。あ、出るあるある。満腹になってくると汗出てくる。はい、20分経過、あと10分。あと10分です。あれ、ウナゴいた。サーモンゲット。これね、これフリットチャンネル対デカキン TV のそういう構図でもありますから。ああ、負けられないよ。負けられない。まあでも1貫分出してますもん。マイナス1貫分。いや、俺いっちゃうわ。おお、行った行った。次来たらもう手加減。そうだね。これで手加減は40貫。パンダは39貫。おっ、40貫。いや、あ、来ました。これどっち？手前の俺。あれ、さっき来たところでこっちは手加減。はい。あ、なるほど。手前に来た。パンダきつい。ナスと卵。でもお玉だけもうなくなるよ、6皿目。それ言ったらもう48よ。48か。あ、お、リードね、リードね。最初さ、すごい笑顔で食べてたけど、今もうなくなっちゃったもんね、その笑顔。確かに。もう苦しいのかもしれない。やばいよ。サイドメニュー食べたい人がいたら言ってください。カウントはないですけど。味鮮ね。味鮮として。ジュース飲みたい。あ、なんか冷たいの飲みたい、俺も。俺も。みんなジュース好きですよ。来たよ、小玉さんです。まあまあ来たな。これ食わないと追いつけないから。もう来ました、来ました、来ました。お、止まっていきます。穴子だ。穴子いい。25分経過、あと5分ですよ。はい、はい、終わった。パンダもう限界だ。パンダ限界。限界か、これやだ。次が、え、もう結構お腹いっぱいになってきてる。なってきてる。めっちゃ来ちゃった。50皿で4皿ってことなの。あんまり食べてないのに。いや、これがね、食べてないように見えるのがちょっと。それは悲しいね。大丈夫ですか。このカメラで38万円してますから。そんなことないですよ。ほんと友達と食べるように食べちゃってるわ。なんかちょっと考えないと。あと3分半しかないですよ。やばいやばい。これはお団子さんが4貫分ぐらいでいいってこと。
そうです、5、5。え、出た出た出た。2カングリングちゃん、2カングリングちゃん。やばいやばい、パンダやばい。パンダやばいよ。隠しコマンド。そうそう。パンダやばい。パンダもいる。パンダさん。2カングリングちゃん。あ、行く。え、行けるのかな、行けるのかな。2カングリング。ビリはデカ組とパンダの戦いか。なことさせない。ここまで俺は一人で頑張ってきたんだ。チームでノロノロやってるやつに負けるわけねえだろ。そんなこと言ってるけどもう飲み込めてないよ。はい、あと2分。さあ、これ一皿ですね。無駄のボケよ。来て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 。10分。今じゃない。俺グレープがいい。俺グレープ。俺もグレープがいい。じゃあいいよ、俺アップルで。あ、俺アップル。俺も本当アップルが良かった。あ、じゃあ俺グレープでいいってことか。本当はグレープがいい。どうすんの。お前ら一回カメラ止めて話し合うか。カメラ止めんな。はい、時間ないですよ。あと1分です、あと1分です、あと1分ですよ。いやいや、アップルもらえんのかい。次、食べ終わった方がこのサーゲットしますよ。はい。これもデカギン絶望的だ。やばい。でもこれ食えなかったでしょ。確かにね、一緒ですから。食えなかったら。いるがいる。まだ食べれてないから。今同点です、みんな。みんな同点。あ、いけ、ガンボ1個いいよ。ここ1個目で40秒。残り40秒。いや、あと20秒です。じゃあ、ごめん。あと10秒。やばい。ストップ。それは食べていいけど。大丈夫、ダメだ。あ、黙って。はい、終了終了です。そっからカウント入りますんで、はい、1、2、3、4、5、6、7、8缶入ってるお皿が7缶バカすぎて56、29、56、59、56、59、56。はい、パンダは57。ただ1缶は吐き出されました。1缶分風車。はい、データ的にはどうなんですか。では一回巻き戻してみたんだ。ビデオ版で。じゃあなんと 0.5 缶分でした。こんだけで1位お団子、そしてビリはデカキンです。世界チャンピオンってことでいいですか、お団子さんが。ワールドチャンピオン。はい、ワールドチャンピオンですね。おめでとうございます。あくまでもこのルールではワールドルール。ワールドルール。総合になったらお前だけ予選以下だった。で、自分は俺は参加もしねえから。ちょっと待って、まあ、妨害すぎるって。カメラ、もう寿司の値段いいんで。カメラだけ、寿司の値段だけにさせて。それではデカギンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではデカギンさんのチャンネルは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。はい、見てください。はい、私たちも出てます。この動画面白いと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、さよなら。パフ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 。嬉しかった。24時間耐久鬼ごっこ。毎日の醤油の CM。 いやで、醤油ガブ飲みする CM とか誰も見たくないじゃん。